もい、アスカラビア東京永田浩司です。こんにちは、よろしくお願いします。さあ今日はオールオン4に代わる新治療オールオン X についてやっていきたいと思います。最近ね、オールオン4なんてちょこちょこ聞かれるようになってきて、もう全然やってない先生のホームページにも書かれるようになってきたんですけど、こんなにすぐにできるような治療ではないですので、本当に専門の院で受けられた方がいいかなと思うんですが、それに被せてですね、いやいやオールオン X が最新ですよっていうね、誤った情報も流れてきましたので、今日はアスクラピアとしてね、そこは最新の正しいお話をしっかりと伝えていきたいと思います。この動画の最後にはオールオン4の正体、オールオン X の正体、何なのこの数字はっていうのが全てクリアになります。そしてオールオン4が決して古い治療ではないっていうことも深く理解できると思いますので、最後までご覧いただければと思います。歯がボロボロでどうしたらいいかわからない、アスクラピア東京はそんなお悩みを解決するためのチャンネルです。オンライン相談もやっておりますので、遠方の方、時間がない方はぜひお気軽にご相談ください。それでは始めていきましょう。オールオン4治療だけどプラス1本入れたからオールオン4プラスとかプラス2とかいろいろ名前があったりするんですけど、いや関係ねえんだよ。我々が欲しいのは固定式の綺麗な歯なんですよね。だからそれを全てひっくるめてオールオン X にしようかっていう、ただそれだけなんですよ。ではまずオールオン4治療の定義なんですけど、これは治療の対象としては歯が全くない方、あるいはほとんどない方に対して4本のインプラントを埋入します。そして新しい歯を入れます。ここまでの治療をなんと1日でやってしまう、あるいは次の日までにやってしまうというのがオールオン4インプラント治療になりますね。インプラント治療っていうとね、インプラントを入れてからすごい期間がかかったりだとか、なんならね、インプラントを入れるまでに半年から1年半ぐらい治療がかかってしまうイメージがあると思うんですが、なんと固定式の歯が次の日あるいは当日に入ってしまうという本当ミラクルな治療なんですね。このオールオン X っていうのは何なのかっていうことですね。そもそもオールオン4のどういう語源から来てるかっていうと、オールティースオンインプラントですね。ティースはトゥースの複数形です。あ、なんか英語チャンネルみたいになっちゃいましたね。すべての歯が4本のインプラントの上に並んでるよということで、オールオン4インプラント治療ということになっております。では、オールオン X は何なのか。いろいろな動画を調べてみると、オールオン6がいいよとか、上顎はオールオン6で、まあ価格はオールオン4でもいいかもしれないね。エビデンスがあるからね、なんてね。正しいんだか正しくないんだかね。そんなような話してる動画とかってのもあるかもしれないんですけど、そんなの関係ないです。患者様は欲しいのはインプラントじゃないですよ。なんならインプラントなんて入ってなくても固定式で美しくて機能的な綺麗な歯が入ってればそれが一番嬉しいわけですよね。インプラントを入れて嬉しいのは歯医者さんだけですよ。それでこのインプラントを何本入れていいか問題なんですが、この歯っていうのはこう直線に並んでるわけじゃないですね。こうやって U の字に並んでるわけですね。ベロが内側からあって、外側からは表情筋があって、それに拮抗するようにですね、 U の字で並んでいるわけなんですけど、この U の字の歯列を支えるのに何本のインプラントが必要かってことですね。この丸いクルンとしたところに1本のインプラントがあって、どうですかね皆さん、安定しそうですかね。ちょっと難しそうじゃないですか。1本だと点なんで無理です。いろんな方向に動いてします。じゃあ2本だったらどうですかね。脇のところですよ。ちょっと奥のところですね。インプラントが2本あったらどうですかね。先端のところだったりお尻のところだったり動いてしまいますよね。少なくとも3本のインプラントっていうのが必要なんです。実は3本でもうまくいくよっていうデータはあるんですが、再現性が厳しいです。すごい厚い顎じゃなきゃいけないだとか、ぶっといインプラントを使わないと持たないようだとか、ちょっとね、3本だと力学的に安定しないんですよね。確かに1個だと点です。2本だと線になって動きは少なくなります。3個になると面になるので、面で押さえたらまあほぼほぼ動かなくなるんですけど、やっぱりね、この3辺の方にちょっと動いてしまうので安定性としてはちょっと足りないなって言われてるんですよね。症例をかなり選ぶということです。とりわけ顎の小さい日本人にとって3本でインプラント治療オールオン X をやるっていうのは非常に困難だっていうことですね。で、それでオールオン4ですね、4本のインプラントが必要ということですね。ただ骨が弱い人にとってはですね、4本で足りないこともあるんですよ。5本入れたりだとか6本入れたりだとか、たくさん入れる人もいるんですけど、実はこの3本から10本いやそれ以上であってもオールティースを支えるのにインプラントを支える本数なんて歯医者の都合であって患者さんの都合ではないですよね。ですので患者さん目線で名前を付けるんであったら別に4本じゃなくてもいいですよね。だからこの X っていうのはね、症例によって3であ
であることもあれば10であることもあると思うんですね。多くは4本で解決することが多いかなと思います。もうこれはオールオン4の国際的な学会もありますからね。オールオン4もオールオン X の一部です。それをただオールオン X って言ってるだけなので、どっちで言うかっていうことなんです。どっちで言うべきかっていう話し合いっていうのはまだ決着がついてないです。なので、まあ、我々もすごい困るわけですよね。患者さんにこの治療を日本全国に届けたいなと思ってます。欧米に比べて日本では歯がボロボロの方、あるいは全くない方に対してその日のうちに固定式の歯を入れるというこのオールオン4治療っていうのが全く広まってない。そして歯医者さんもほとんど知らない。なんならもう嫌いな歯医者さんとかっていうのもすごく多いんですね。でも実際の臨床現場に行けば、理想的な治療をすれば4年5年毎週のように通わなければいけない包括的歯科治療なんて受けられる人っていうのは本当に本当に限られてるんですね。悩みの深い患者さんこそたどり着くべきこのオールオン4治療っていうのが日本では知られてないので、これはアスクラピアとしては絶対に広めてってあげたい、そういった人を救いたいという強い思いでやってるわけなんですが、どの言葉が流行るかなんて分かんないです。アスクラピアでもオールオン4って言ってみたり、オールオンインプラントって言ってみたり、オールオン4インプラント治療とか言ってみたりね、非常に葛藤してるんですね。でもね、ここ1年ぐらいすごいオールオン4って言い始める先生とかっていうのはね増えてきたので、まあ私たちもそれに乗っかってオールオン4にしようなんて、そんな裏話もあったりします。でも大切なのはそんな言葉の定義じゃないんですよ。だって欲しいのは固定式の美しい管理の簡単なね、そんな歯が欲しいわけですよね。ですのでオールオン4治療っていうのはオールオン X インプラント治療に比較して全く古くないです。オールオン X のただの一部です。でもいろんな方法が今出てきてますので、もっと出てくるかもしれない。4本6本とかそういうコンセプトじゃなくて、表面にたくさんネジみたいなのも入れて骨膜下インプラントっていうんですけどね、昔流行ってまた東ヨーロッパの方で少し出てきたりとかしてるんですけど、そういった治療がまた流行ってくるかもしれないし、それってのは分からないんですよね。でもこれ歯医者さんの都合なので、新しい治療をとりあえずやってみようって言って迷惑をかけるわけにはいかないので、オールオン4治療に関してはエビデンスもありますし、全然心配することはないかなと思います。偽オールオン4とか言ってね言う人もいるんですよ。偽オールオン4って何みたいな。オールオン4治療はノーベルバイオケアが商標登録を取ってますので、ノーベルバイオケアを使ってるオールオン4治療以外は偽オールオン4ですとか言ってね、私も最初聞いた時びっくりしてしまった。論文でもこんなにたくさんあるのに、医学論文を調べるようなサイトとかあるんですけど、オールオン4コンセプトとか山ほど出てきますよね。それで商標登録のマークなんて書いてないですからね。これは何かっていうのを最後に説明しますね。実は日本の商標登録においても41号と44号っていうのがあるんですけど、41号に関してはセミナー系です。で、44号っていうのは医療の薬とか新しいインプラントとかの商標登録なんですけど、オールオン4っていう治療に関して医療のサービスとしてやっていく上であれば、ノーベルバイオケアとかストローマンとか全く関係ないです。私ストローマンが大好きで、世界で一番安心安全なインプラントだと思うんですけど、実はオールオン4のメーカーとしては後発なんです。始めたのもほんとごく最近です。メーカーが新しいインプラントを作りました、オールオン4もできますと、この治療の名前がオールオン4ですって言ったら、これはダメなんです。だってメーカーがやってるセミナーですからね。我々歯科医師がオールオン4治療をストローマンインプラントを使ってやるっていうのは全く問題ないです。なぜならば44号で商標登録取られてないからですね。よくここまで聞いてくれました。ここまで聞いてくださった視聴者さんの方、本当素晴らしいかなと思うんですけど、どうでもよくないですか。いや、自動車乗りたいって言ってフォードが作った、ね、車じゃなきゃダメだって、いやそんなことないですよね。フォードが作った車っていう名前がね正しくて、フォードの車じゃないか車じゃないなんてどうでもいい話じゃないですか。それぐらいの話なんです。インプラントレベルの話に寄っていくと、周囲炎のリスクが少なかったりだとか、インテグレーションの割合が良かったりだとか、ストローマンインプラントに軍配が完全に上がってるわけですよね。確かに一番最初にやり始めたノーベルにはそういった歴史とかっていうのもあるかもしれないですけど、後発のストローマンって非常に蓄積もされてます。私も完全にストローマンしかやってないですよね。インプラントの成績自体いいんですよ。でも皆さんよく考えてください。噛み合わせのコントロールがしやすいとか、綺麗な噛み合わせ物が作れるなんて、うまくやれよって思いません？歯医者さんにうまくやれるからインプラントの質は妥協しますって、それおかしいじゃないですか。一番やらなきゃいけないのは何ですか？安心安全でよくくっついて、歯医者さんも安心、患者さんも安心、長く使えるようなインプラント、まず土台に使うべきなんですよ。だからオールオン4治療であっても何の迷いもなく、私はストローマンのインプラントを使うべきじゃないかなっていうふうに考えてます。個人的見解でございます。これ1年ぐらい実は温めてた内容なんですね。かなりセンシティブな内容で、自分なりにも解釈ができない部分があったので、その当時言われたことがあったんですね。偽オールオン4だなんて言われてめちゃくちゃ調べました。特許庁とかにもね問い合わせを取って、結論ですよ、オールオン4に関してはどのインプラントでやってもこれオールオン4治療です。別にストローマンに限らずです。ノーベルバイオケアでやってもこれはオールオン4ですし、あまたあるインプラントメーカーでそれをやるっていうのは全然問題ないことで、
です。先生方もね、安心してオールオンフォー治療って言って大丈夫です。無理して患者さんに伝わるか伝わらないかわからない名前をね使ってやる必要ないです。そんな中でおそらく歯医者さんが心配に思ったんでしょうね。ノーベルじゃないからオールオンフォーって言えないような、そうだなオールオン X にしよう、流行るかなわかるかなっていう、そういう話も出始めてるんですけど、オールオンフォーで全く問題ないです。まあオールオン X でもいいです。そもそもこの治療が患者様に届けばスクラピアとしては問題がないので、どちらでも大丈夫です。さあ、いかがだったでしょうか。オールオン X の正体ということでね、今日お話ししたんですけど、ただの名前でございます。感想などあればぜひコメント欄いただければと思います。チャンネル登録も我々の生きる糧になってますので、ぜひチャンネル登録を通して応援をしてくださればと思います。よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。